日本中に衝撃を与えた大谷翔平29歳の結婚。交際中も一切口外せず、大家との秘密の恋を貫いて完璧婚に至った新妻の A さんの結婚前のある写真がファンの間で話題になっている。今は削除されていますが、お兄さんが展開するアパレルブランドで A さんがモデルを務めた際に、ニューバランスの白いスニーカーを履いている写真がブランドの SNS にアップされていました。そのスニーカーが大谷選手とお揃いだと注目されたのです。スポーツライター、大谷は3月7日発売の雑誌ナンバーのインタビューで A さんの誕生日にシューズをプレゼントしたことを明かした。 A さんが撮影時に着用していたのはニューバランスの550というモデル。1980年代のバスケットシューズを復刻したレトロ感のあるおしゃれなスニーカーで、昨年のキャンプでは大谷選手が同じ色の550を履いていたことが確認されています。これが大谷選手からのプレゼントだとしたら、元バスケットボール選手の A さんにぴったりのプレゼントだと評判になりました。全出スポーツライター。180センチを超える長身に目鼻立ちの整った美貌と可愛らしい笑顔で大家を射止めたまみこさん。まだまみこさんが大学生だった8年ほど前。彼女の交際相手について、彼女の兄が SNS でうっかりバラしてしまうハプニングがあった。妹の彼氏がイケメンすぎて悲しくなった。しかも俺より背が高い。マミコさんの兄は現役のラグビー選手で、身長185センチメートルを超える大柄な体格です。お兄さんより背が高いのなら、元彼も相当な高身長だったのでしょう。全出スポーツライター。大谷はかねて好きな女性のタイプについて背が高く、スポーティーな女性と話していたが、マミコさんの好みもまた背の高い男性だったようだ。お互いに相性ぴったりの二人。 A さんとの交際をめぐっては大家の驚くほどにロマンチストな一面も垣間見える。実は男性から女性に靴を送るというのは情熱的なメッセージでもあるんです。そこにはこれからの人生を一歩ずつしっかり共に歩んでいけるようにという意味が込められる。だからプロポーズの際にプレゼントとして靴を送ることもあるんですよ。他にも、フランスには素敵な靴は、あなたを素敵な場所に連れて行ってくれるという言い伝えがあり、誕生日や記念日の贈り物に重宝されるそうだ。また、このプレゼントには、大家の辛抱遠慮もあったのではないかとの指摘も。多数のスポンサー企業を抱える大谷選手は、グラウンド外であっても身につけるものに様々な制限を受けます。それでも、彼のスポンサーであるニューバランスのシューズであれば問題はない。その上、元バスケットボール選手のマミコさんとのつながりを強調し、お揃いで身につけることができる。まさに一石三鳥の贈り物だったと言えますね。前述のナンバーのインタビューでは、A さんとの関係を一緒にいて楽だし、楽しいと照れながら明かした大谷。少ない言葉とは裏腹に愛情は深い、胸キュンな贈り物に託された思いそのままに、夫婦の歩みはぴったりと重なっている。実際に履いているスニーカーはニューバランスエディフィスシューズホワイト22,000円のようですね。